はい、後半いきます。お相手様、あなたのことを生理的に受け入れられるかどうか、で、パワーが出ましたので、あなた次第、結局、あなた次第です、と。で、受け入れられなかった場合の対処法はオープンです。何もせずに、そのまま、の状態を受け入れてください。静かに、魂の声を、魂に耳を傾けてください。で、お気持ちで乗り越えられるかどうかで、トゥルースが出ました。あなたの正直な気持ちを相手に真剣に伝えてくださいと。あなたの真実を、解放して、お相手にと分かち合ってください。あなたの魂から発せられた言葉は、宇宙にオーダー聞き入れられます。ということで、黙っているよりかは、自分の真実を見つけ出して話してください。相手に解放してください。宇宙はそれを聞き入れますから。ということで、ちょっと、セイクレッドディスティニーは自然のエネルギーですからね。結局、変えるところは自分次第ですし、自分の心の声に耳を傾ければ、奇跡も起きますと。ちょっと抽象的で申し訳ない。後半。あなた自身がお相手を生理的に受け入れられるのかどうか、ちょっとね、自然エネルギーに効いてるんで リスクを伴いますと。リスクを取ってください。仮に受け入れられなかったとしても、好きな人なんですから、そこは、受け入れてくださいと。あなたが好きになった人だから、多少の犠牲は仕方ないよね 確かにそうです。自分で言い出しといて、やっぱり無理とか、どういうことなんていう。ああ、出たね、ワンダーズ。ワンダーズ出ました。お相手様に受け入れられなかった場合の対処法としてワンダーズ出ました。宇宙の中心的エネルギーを、私、このカードで見てしまいましたので、この宇宙の中心が何でできているかと言いますと、ファンタジーでできています。なので、叶わないことは何もないです。すべては奇跡とミラクルでできています。あまりにも銀河系の端っこで、重い波動の中で、
長い間生活を強いられてきた私たちにとって結構な受け入れられがたい真実なんですが、真実はむしろファンタジーであって、リアルの現実の方が実は幻想なんですよね。そういうことで、あなたが望めば何でも手に入りますし、奇跡は奇跡、日常であって、起こりがたいことではない。宇宙の本質は、全てが奇跡でできています。このカード、夢が叶うカードです。必要なのはあなたのそのリミットを外すこと。真実はあなたが作り出せばいいこと。私たちが真実に合わすのではなく、真実は私たちが作り出せるものです。だから不可能なんて何もないんですよね。大丈夫。しょうもない質問したせいかな、私が。で、そのお相手様を生理的に受け入れられなかった場合、それを気持ちで乗り越えられるのかどうか。大丈夫です。ヒーリングのためのカオスが、浄化の嵐が起きます。あなたがお相手さんを受け入れられない理由があったとしても、それは取り除くことができます。あなたの心を浄化すれば、自然にお相手様を受け入れられます。っていうか、好きな人なんだから大丈夫でしょう。細かいこと聞きすぎたかな。ちょっと宇宙エネルギーに聞く質問ではなかったな。同じ題材で、久々にタロットカードでしよっかな。ハーブクラフターズで聞いても多分爽やかすぎて、また抽象的なことになりそうなので。あとね、気になったのがこのパワーとオープンネスの色調似てるよね。カラーで言えばインディゴ。まあこれもワンダーズもそうですけど、インディゴだからどうってことないんですけど、インディゴ世代のガチガチの、どう言ったらいいの、こう理論武装的な 身構えを感じます。まあこれでもクリスタルですからね。時代はクリスタルですから、レインボーか。もうレインボーの世代ですから、もうミラクル世代かな。もう奇跡起きてますしね。何の心配もいりません。このカード不安だったらお守り代わりに待ち受けにするといいですよ。ワンダーズのカード。叶わないことは何もないですから。夢を叶えること自体があなたの真実ですから。例えばお相手様を好きになった、その気持ちを隠す必要が全くないんですよね。必要だから好きになったんです。逆なんですよね。
あなたが好きになったんじゃなくて、あなたにとって必要だからお相手様を好きになったんですよね。その心の声に耳を傾けてください。以前とは違って手に入らないと思っていたものが簡単に手に入ります。奇跡は、日常です。奇跡こそが真実です。あなたの心のブロックを外してください。意識を拡大してください。この世の宇宙の中心のエネルギーはファンタジーでできています。おめでとうございます。この時代に生まれてきた意味をすごく最近よくかみしめています。本当に夜明けの時代を見に来たんだな。奇跡を起こすために生まれてきたんだな。生まれてきたこと自体が奇跡だし、その真実に気づけたことも奇跡でした。奇跡は起こり続けています。奇跡にストップをかけるのは自分の意識のみです。リミットを外してください。何でも起こります。このカード出るとね、話が壮大になりすぎて、収拾つかなくなります。なので、この辺で終わります。